バタバタだった。あ、ご飯ご飯。あ、時計。電池がないんか。1分、今1分だから、やばこれ秒数わかんないじゃん。充電中、あ、わかるわ。45秒からいきますね。うん、エビフライ弁当は昼、今日夜ご飯はもうコンビニで買ってきた、お腹空いたから。見て、ナポリタン、セブンイレブンに行ったよ。ゴールデンベッドタイムも終わっちゃうと悲しい。45秒、ちょっとね、どうだっただろう。あー、すごい湯気、大好き、大好物。チキンとかも良かったんだけど、まあいっかと思って、食べたいもの食べようと思ってナポリタンにした。ナポリタンとか好きなんですよ、てか熱いものが好きだから。なー、メリークリスマス、会えて嬉しい。熱っ。熱っ。セルギーな搬送庫の人、いらっしゃい。みんなは楽しいクリスマスをお過ごしですかい？つもりこの人、そうかな。でも行かれそう、マジで。どうしよう。配信見てた人どうでしたか。だから昨日までの配信とかでさ、マジで普通に喋っ、なんか歌っちゃいそうで、鼻歌とかを。それだけがちょっと不安だったな。大富豪、まあ大好き、やっぱ美味しいわこれ。美味しい。明日チキンとか出ないかな、携帯に。あ、電池ないんだ。めっちゃ食べる。玉こんにゃく差し入れでもらった。絶対うまいじゃんね。次は45秒。うーん、たくさんの人が見てくれ、楽しかったって言ってくれて嬉しい。全然書ききれなかったら DM とかリプとかでも全然大丈夫なんで、感想送ってください。明日の
糧になるし明日の参考にもなるから、こう思ったとか。マジお疲れ様だよね。疲れた。ちょっと大富豪やってたんだ。みおまるとね一緒にやってて、一緒にやったらね一緒にプレイできたの。お前さん歌うまくね、歌う前なら言ってよね。ほんと失礼だけど知らなかったし、歌う前とかマジ歌うまいんかいっていうね、言ってよね。うわ、行けたか。そうだから正直な話、めっちゃ緊張してんのはしてたのはマジこの今日のラストクリスマスと冬のファンタジーがやっぱめっちゃ緊張してて、え、悪名された、うん、ソロ歌手もそれをソロ歌手も一人で歌うってこと、まずそれがマジ緊張。あとマジプリちゃんの歌、なんかめっちゃ緊張すぎて最初間違えちゃったよ。ああ間違えちゃった、絶対間違えたことないとこ間違えちゃった。あれ今日の悔しいポイントね、日本語カバーじゃなくて英語で歌ってほしかった。この後に及んでそんな文句言う。この後に及んで、そうそうそう、グッドルッキングガイ、あんま分かんなかったんだけどね、あのそこのマイク、でも面白かった。おもろいよねやっぱお前さんとか町田さんとか。うん、次は15秒からいきます。うえ、ありがとう、よかったかな、嬉しい、都落ちしちゃってた。ありがとうは新曲だよ。今回の新曲。全然会えないな、みんなと。ありがとうは明日も歌うので皆さんもよかったら覚えてください。進む力と踏み出す勇気くれたんだ。これもだからうっかりさ歌っちゃいそうで、配信とかで毎日やってるからさ。
もうウォッチ使おうかな。もう使う時間ない。この後じゃあウォッチ使おうっと。プリの人のバクチュダークってね、てかめっちゃ回ってたよね、みんなみんなっていうかめっちゃ回ってた、みんなじゃないか、やった上がった、楽しかったな。明日はなんて、何より明日の緊張ポイントはコント。コントよ。でも楽しかった。次は5秒マッチング。あ、待って、嘘。ちょっと待って。5秒、30秒でもいい。ちょっと、ウォッチを設定しなきゃいけない。出演者がずっとステージにいてくれるのに、よかった。あれいいよね、ひな壇、もう、リクアは。もう一回もはけてないもん。ずっといる。私の場合はね、まあ私はもちろんそうなんだけど、ハート全回復セールしてんじゃん、めっちゃセールしてんじゃん。30秒でいきます、次。いや30秒で言ってます、言いますよな、さっき言ってたんだよね、ごめんごめん、でももうちょっと過ぎちゃうから45にしますね。45にします。あー楽しかった、んで美味しかった、こういう時に、よいしょ、完食した、なんかノリノリでハーフツインとかやってみたんだ今日。なんでこのノリノリなのっていう、逆になんで君ノリノリなの、はて。お、マキコパラダイスがいる、やったー、会えて嬉しい。あ、これから見る人もいるのか、そっか、言わない方がいい、言わない方がいいか。明日は何にしようかな、髪型。今日は、まあ、そんなに踊る曲なかったっていうのもあるけど、明日はがっつりライブもあるからな。進む力と踏み出す勇気くれたんだ。明日楽しみです、明日来る人現地てか、意外とめっちゃみんなとも近くてびっくりしました。いろんな客層がね、いるのやっぱ珍しいよね。
でもマジであっという間に終わっちゃった。めっちゃあっという間に終わったわ。明日昼より現地、お、待ってます。好きなんだよな、この玉こんにゃく。千葉法人会さん、今回スポンサーさんで入ってくださってる、あの食べようかな、お腹すいても。こんにゃくなんてカロリーゼロでしょ。見て、山形名物、絶対うまいよ。なんかでもこっち、何これ、のし梅、絶対うまいじゃん。好きなんだよね、開けよう。え、すごい、どうやって食べるのこれ。ちょっと待って、次は、次30秒からいきます。え、こんな本格的な梅初めて食べるんだけど。のし梅だって。梅？梅かこれ。うん、梅だ。おいしい。やばいやばい。うん、なんかゼリーっぽい感じ。そうなんだよね。うん、のし梅。楽しかった。でもいろんな人のライブとかいろんな人の歌見れて、マジクリスマスって感じだった。今クリスマス感全然ないけど、マジクリスマスって感じだったな。ありがとう、いつもその声にありがとう、支えられてきた進む力と踏み出す勇気くれたんだ。だからあれも緊張した。だから冬のファンタジーとかもマジで緊張した。歌詞とか覚えれんのか。結構私も直前になって、あ、やばい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 って思って、歌い出しなんだっけ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 とかって歌えなくなる人なんですよ。結構そういうのね、昔劇場公演でもう本当に思い出せなくなっちゃって、うんうんって歌ったことあるから、トラウマ。うんうんみたいな感じで歌っちゃって、うんうんってやったら、これはトラウマ。やっぱ慣れてない曲とか初めてやるやつは急になんかパッて、なんだっけなんだっけみたいになる。マジで。MC ずっとしながらたまに歌うの大好きだから、なんかなんていうの、なんかもう、あ、待って、覚えてるかな、歌えるかなみたいなのを急に感じる。差し入れ一旦もらったからちょっと食べながらやる。
んかあれ見ました？フィナンシェ、ま、プログラム、大体みんな何やるか流れとか分かったと思うから、明日のプログラムも昼夜公開されてるので見てみてください。次はどこだ、針、55秒マッチングでいきます。お昼ご飯も海老フライ2本だけ食べて、でも美味しかったんだよね。海老フライ5本食べたかった。55秒マッチングしてます。うん、巻き格子10、これなんて言うんだっけ、いつも忘れて、10なんちゃら、きっと会えなかった、白い奇跡を信じていたの。こうやってもう終わった頃にさ、なんかさ急にさ馴染み深くなってさ、なんか歌い出しちゃうみたいな。うん、十ケツだ、ケツ、ありがとう。ラストクリスマスとかもそう、マジで。なんかもうアーカイブ見たい。絶対あれしてくれてるわ。クリスマスさん5年分ぐらい本当だよね。こんなクリスマスあるみたいな感じだったわ。めちゃくちゃクリスマスソング聞いた。予想外にずっと立ってて、え、ずっと立ってるなって思って、でもさ自分たちでさ流れも決めてるからさ、見たいじゃん、全部見届けたいじゃん、もう一瞬もひとときも目を離さず全部見届けたいじゃん。昨日さ、みんなにさ、55秒からやります。昨日みんなにさ、クリスマス好きな、自分のクリスマスソングといえば何ですかみたいな話したじゃないですか。あ、もう明日歌うとか思いながら見てた。全部。伏線でした。55秒マッチングです。
然来ない。お、どう？いないね。すれ違う毎日にはぐれてしまわないようにきらめく思い出の場所へ連れてて、きっと会えなかった時間を飛び越える白い奇跡を。え、反省会、反省会します。歌詞間違えました。普通に間違えてるの。冬のファンタジーなんだけど、なんか二人で歌うと思ったらお前さんがあんま全然歌ってくれなくて寂しかえと思ってたんだけど、あ、間違えてないか。あ、なんか間違えてるわ。なんかあれ歌わないやっぱりと思ったら動揺しちゃった。動揺しちゃったけど、なんかありそうな歌詞歌ってた自分で。ありそうな歌詞ってなんなの。自己申告する。みんながもう当てるっていうか、もう見る楽しみにする。多分普通に切ったらこの曲めっちゃ好きだったら気づくかもしれないけど、気づかないと。あ、やばい、宿らされた。即興作詞天才。え、そうかも。気づかなかった。サンタ来る？どういうこと？サンタ来ないよ、うちには。うちね、あのオートロックだからサンタ入れない。オートロック案件。物件だ、オートロック物件だからサンタ入れない。煙突ないよ、煙突ないよ。すれ違う毎日にはぐれてしまわないようにきらめく思い出の場所へ連れて。えい、次は15秒。もし、もしも僕が世界をチッ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 ってやっちゃったんだよね。もしも僕がチッ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 、もしも僕が世界を変えれたら。15秒です。この後15秒マッチング。もうゴールデンベッドタイム中だから絶対都落ちしたくない。お、みんな斎藤じゃない。はい、マキコパラダイスいなかった。あ、でもマキコのハピネスとエゴユーな神推し、マキコ一押し、ありがとう。一押しカードだ、嬉しい。信じていたの。ででてんてん。
なんかパパッと済ませたいから逆にお風呂入らないとこうかなと思ったけど、そう昨日夜そういえばねネイルしたんだ、クリスマスネイルだよ。ちょっと待って、出すんかーい。負けそう。うわーどうしよう。絶対いけないよねこれ。もうこれで一回出すか。パス。革命で上がっていいんだっけ？大富豪。お願いします、ありがとう。配信限定シングルで明日から提供が録音とかしてない録音とかしてないのよ一度も。ありがとうはレコーディングとか入ってない。いい、でもしたいけどね、そんな全員分レコーディングしなきゃいけないけど。ああでもコンサートってこのライブの音源を録音すればいいのかな。間違えちゃう間違えちゃう、そんなことしたら間違えちゃうよ。今日のやつ収録するよとか言われたら間違えちゃう間違えちゃう。次は45秒マッチングでいきます。対戦ありがとう、こちらこそありがとうございます。昨日またぼっち寝落ちした。悲しい。ぼっち寝落ちって一番悲しいよね。うい45秒マッチング。ハイスクールバンバンマジ歌うますぎてやばい。その後ね歌うのとかもまあそれももちろんあるけど、普通にうまっみたいな。誰もいないね。次やめよう。いいライフォーゴフゴフゴフサイゴフゴフゴフ。ありがとういつもその声に
ああ、まだ多分アドレナリン系で目冴えてるかも。昨日やばかったよね、マジ眠たそうすぎて。昨日公演か、公演もやったんだ。焼酎をすごい、だから合わないわけね、みんなと。クリスマスコラボの楽曲は結構みんなで選曲しました。まあでも実行委員だけだけど、知らない曲とかも多かったですね。今回初めてそれで知った曲とか。次は15秒マッチングでいきます。やばい、162位まで下がったんだけど、5位にいたよね。すげえな、みんな頑張ってんな。帰国上した、おおすご、大貧民から。敵でもたまにマジでできる時あるよね。あ、何なんだろう。うい、どう、マキコパラダイス、やったやった。かゆ、どの歌が、なんだろう、私が提案した曲。楽しかった。今名古屋の外は雨か、雨が降ってます。私も思った、会場出た時になんか濡れてると思って、雨降ってたんだよってスタッフさんに言われて。まだ今は降ってんだ。次もうゴールデンブッタイム終わっちゃいそう。30秒にしようと。次は30秒、あ、まだいける、あと2分ある、1回だけだね。30秒マッチ、
雪へと変わりますか。え、そんな可能性がある、どう、誰もいないか。雪へと変わるだろうとこ、サイレンナイフを降りないやってた。やば、手札悪いな。でもこれはこんばんは、大感謝さん、ありがとうございます。ご飯食べて宿に戻ってきます。あ、本当ですか、お疲れ様でした。こちらこそ。どうしようか。何食べたんですか。何食べたんですか。普通に聞く。楽しかったんだけど、とって疲れた。びっくりドンキーね、いいよな。あそこの辺行ったらびっくりドンキーがあんの超いいよね。びっくりドンあるやんってなるね。私もビックリドンキー食べたい。ウィーサンスペア。もしビクドン何が好き？私さ、鉄板系が好きだから。鉄板のハンバーグだったら好き。あー、負けちゃうわ。宮古地だ、最後の最後に強かなかったんだよな。最後、最後が待つ未来へ。 I'm close to you、 いつでも promise you。マジプリちゃんのさ、もしも僕が世界を変えたならば、いい曲すぎて。ういー。ちょっとライン読む。あー、やっぱあと15分しかないじゃん。よし、やってこう、やってこう、やってこう。20秒マッチングでいいですか、この後。あきこの黒 T シャツは特注。そうなんです、 MC T シャツ特注です。ごめんね、みんな。 MC T シャツってか、あの黒いやつ可愛いよね。てか普通に可愛い。20秒マッチングです。何ロングシュートって。
こもきらめき、まひこもロマンス、ありがとう。ただいまでおかえり。明日のライブの練習もしなきゃ。明日はミュージック三昧がライブだから。明日もあるからあれだけど、マジ今日はとりあえず友達ラストクリスマスと冬のファンタジーが歌えてよかった。めっちゃこれが心配でした。もう心配。なんか髪型可愛いってありがとう。あ、普通いいんだよ。あのね、リボンをここに巻いてたんですよ。それがね、なんかお気に入りでした。ラストクリスマスよかった。嬉しい。リハで歌詞ミスってマジで本番歌えないかもって思ったんだけど、もうなんとかいけました。45秒マッチングでいきます。何回を見るの、私も恐ろしいけど見るわ。じゃ終わってからはなんか定点みたいな映像を引きでは見れたんだけど、マジで45秒マッチングです。アーカイブ見てください。まだ今でも今からでも全然見れるし、明日のまだアーカイブも見る。どうなの、見れないの、まだなのかな。ごめん見てないから分かんない。ごめん見れるみたいなこと言っちゃったけど、冬のファンタジー知ってた、知らなかったの。もうほんと僭越ながら、ん、僭越ながらっていうの、こういう時恐縮、誠に。ああ、わかんないや。まあ、使わないよ、僕は。いや、ほんと知らなかったのよ。ご存じなくて、で、練習して、覚えた。なんか、大前さんとか町田さんとか、冬のファンタジーとかで盛り上がったから、あ、なんか有名っていうか、定番曲なんだと思って。
礼ながらか。めっちゃ流行ったんだ。そうだったんだ。じゃあ歌えてよかった。で、答え？うわー、そうなんだ。反則です。誰か確認して。なんで。30年以上前？そうなの？親戚いとこらしいよ。はとこ？いや、いとこ。カズンっていうのがいとことかって意味らしい。結構検索、調べた。カズンについて。55秒マッチングでいきます。生まれる前だよね、全然。私は全然来ないじゃん。クリスマスの日私に言った。でもね、大人になればサンタがうちにやってくる。クリスマスも切ないよね。確かにラストクリスマスめっちゃ切ないもん。切ないなって思いながら歌ってたよ。ラストクリスマスのカバーですか？エグザイルさん。わかんない。いろんな人が歌ってんのかな。私はエグザイルさんの音源で、練習してた。日本語バージョンだからだと思う。しかもコーラスもエグザイルさんバージョンなんだよね。違うか。上がられちゃうかも。うわ。
がられた。あと4分ですって。1回、まあ1回だな。メイク落としてお風呂入って寝よう。クリスマスソング解禁だよ。てか今日聴いたからめっちゃ頭に残るし、もうな、もう終わった、本番終わった頃に馴染みが出てくるんだから。次55秒マッチングでいきます。でもね、大人になればサンタがうちに来ねえよ。やってくる、来ないのよサンタさんは。恋人サンタクロース。わ、手札悪い。悪いご存知で。えい、クリスマスをサンタさんになってきます。え、パパ？パパがね。クリスマスの日私に言った。でもね、大人になればサンタが家にやってくる。疲れてないよ。あ、もうちょっと終わっちゃう。みんな明日も、見てね。昼夜配信も見て、当日券もあるから元気にも来て。明日も頑張る。明日のために生きてきた。この半年間、頑張る。みんなも大富豪、頑張ってほしい。ちょっと代わりに明日もバタバタだから、頑張ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。おやすみ。メリークリスマス。